なんて幸せな会社なんだ。これなら楽しくやっていけそうだ。めっちゃ見られてる。ミスを許さぬ鋭い眼光、見守りではなく明らかな監視。もしや今朝のほのぼのは全てフェイクで、油断させておいて新人の品評会を。微妙ですね。微妙か。だとしたらここで気を抜いちゃいけない。プラスは無理でもマイナス評価は避けなくては。眼光がどんどん鋭く。あれ、ネットワークパスワード。手順を抜かしたわけじゃなさそうだし、他にセットアップの書類はもらってないとなると、相談すべきなんだろうけど、どれほど詰まったら聞いていいものなのだろうか。早めだと。はあ、ろくに調べもせずに聞くんですか。遅めだと。なんでもっと早く聞かないんですか。時間の無駄ですよ。どっち。とりあえず手順書をもう一度チェックして。ネットワークパスワードは部署名と社員番号ですよ。ありがとうございます。あの時の篠崎くん、片瀬さんにめっちゃビビってたよね。あれは緊張して空回ってたというか。私も空回ってたんですよ。篠崎さん、わからないことはないんですか。私に聞いていいんですよ。頼られ待ちです。ちろん。いけない、またはしゃいでいるとからかわれます。気を抜かずにやけるのを我慢しなければ。何やらお困りの様子。ここは先輩の出番です。ネットワークパスワードは部署名と社員番号ですよ。ありがとうございます。すみません、私ってば勝手に。いいえ、俺の方こそ聞かなきゃならなかったのに。わからないことは本当に聞いてくださいね。はい。本当に心配してくれたんだ。お気遣いありがとうございます先輩。先輩なんて呼び方、学生みたいで失礼でしたよね。先輩。はい。先輩。はいはい。先輩。私が先輩です。すみません、初めての後輩が嬉しすぎて、さっきまで平静でいようとしていたんですが、先輩として情けない姿を見せてしまい。いや、喜んでいただけて嬉しいです。俺も初めての先輩でいろいろはしゃぎましたし。私たちお互い初体験なんですね。初めて同士一緒に頑張っていきましょうね。はい。なんか今やらしい気配が。してません。